週末は大きな天気の崩れはなさそうです。西日本、東日本では過ごしやすい陽気となっていきそうです。山口さん、今日も穏やかな天気が続いていきそうですね。そうですね、予想天気図見てみますと、はい、日本海にこう中心を持つ高気圧張り出してきまして、日本付近この高気圧に広く覆われるということになります、はい、でこの中で北日本についてはまだ午前中はこの等圧線縦に並んでいまして、冬型気圧配置、うん、日本海側中心に曇りで所々雨や雪が降りそうなんですけれども、午後は回復傾向ですね。あとこちら沖縄方面もこう東からの湿った空気の影響がまだ残って、はい、一部雨の降る可能性があります。でもう一つ明日の天気図をご覧いただきましょう。明日はその高気圧さらに東の方に進んできまして、本州付近に中心を移していきそうなんです、はい、で明日についてはですね、本州付近は広く晴れるんですけれども、一個また北海道方面気圧の谷が接近してきますし、この高気圧の後ろ側に入る西日本ですね、はい、こちらは太平洋側中心にちょっと湿った空気の影響を受け始めそうでして、太平洋側ですとか九州、雨の降る可能性が出てきそうです。はい、わかりました。では各都市の週末のお天気アイコンです。はい、まとめますとこういった形でして、北海道は今日は札幌は曇りのち晴れですね、はい、午前中まだ天気崩れる可能性あります。ただ明日は晴れで、それ以外のところは大きな晴れアイコンがこう並んでいるんですけれども、はい、福岡については明日これ主に午後です、ちょっとにわか雨の可能性がありまして、うん、同様に西日本の太平洋側も日差しありながらも天気の崩れる可能性、うん、こちらを見ていっていただきたいと思います。はい、わかりました。ぜひ週末日差しを有効に活用しながらお過ごしください。